相談。初段を取って、二段取って、三段取って、四段取って、上がっていく楽しみだ。先頭一直一段、中段、二段、三段一直往上升。その商談の試験を受ける、升段考試的时候，その時にどういうことが大事か、どう思ったか。那升段考試要怎么做？他就是跟大家讲的升段的时候要怎么做。僕も審査員として剣道の審査をしました。7段、6段、5段、4段、3段、2段、みんな僕は審査をしました。老师也是審查員的一員，他看了5段、6段、7段，他也是根据他当地審查員的立場来看。今回はみんなは商談試験を受けるつもりで聞いてください。这里面如果有身段的人，好，你还可以跟老师，我有没身段，可以跟老师说。審査員の目、二人こう出てきた。審査員的眼光来看两个人。一番最初に審査員、パッと、パッと。第一次印象的眼光来看。身段を。やっぱり胴垂れをつけて、稽古に袴入ってね、胴垂れつけて、面をつけて、竹刀持って立つ。出てるんですよ。まず着装を見ます。第一印象就是服装。それから礼法、係の先生が始め立ち上がって、始め立ち上がる、構える、姿勢、この構え、この構えを、ただ姿勢、その次は。好，在这个地方。
距离，我们确实在这个距离交接。所以呢，麻烦距离。我让你录，这样可以。这样不行。哎，好哎，它的距离。声音，哎，呀，就这样做，做，那声音发生的那个，我也做，听到那个段，听到就就算发声，那就听到青段老师的发声，嘿，呀。展開というのは展開する育ちは一つといって何は相手が入ってきて他都要进来的时候もっともっと入る他都要进来的时候はい上の声上の声だからそれは入ってからはい一つはい对啊，是啊，没。哦，就这样，这种机会打初段面。那一点多。哎。这一波嘛，打哎呀，哎呀，进来。自分から来て。面。面ばっかり。面 only。那只打面。周りがつくのは初段だ。哦，都打面的话是。打圈机会，它是赢，它是真的几率很高。面がどうって言ってそれから初段だったら審査員が回る如果能打到一个很漂亮的面其实说在審査員都是这样的但是審査員很高だけど2段になり3段になり2段3段段が上がっていくに従ってめーめーめー2段初段も取ってそれからあと他の技の練習がしていないの審査員が上位を見る。あ、身段最後練拳と招、那个他那个招式之後、然後最後決め。だから、めーと言ったり、のはこてと言ったり、相手が来るところを吸い上げて言ったり、いろいろな技が段が上がっていくに従って使えるようになる。就是说各种方式随着段位的增高你要用各种的招式都会用最后啊我说收刀啊新生活所以嘛这段这双就是那个三
そして立って下がって下げ通りにして納刀はだってこう落ちてます。ちゃんと納刀してからこうして立ち上がりながらこうやる。ああ、そう刀之後再站起来，不是边站起来边收刀。どうしてかというと、これが刀だったら。でも这个是武士刀的话，ここに収まらない。武士刀你要这样，把东西刀把它站起来。そういうこと。それから着装でこう、ね、武士刀是吧？まずこうから向こうまで。こういうことをよく頭に入れて金田の経験にしましょう。ああ、それと、这个你要记在脑中，你都是方式在那个练习过程中